はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで東の塔を攻略していきますか。は、中にはコッコがついてこないの。そういうことだ。びっくりした。いいよ。待って、違う、動きを止めて、はあ、ん、この子しかいない感じ。おらんね。あれ、しかしスイッチがないよ、スイッチが。え、何の音、今の。何かしら音はしたけど何もない。待って、右側の部屋行こう。え、何もないとかある？痛い！ね、切り返しは切り返し。痛いよー。痛いよー。ひえ。マミーがおる、マミー。ていん？なんかこっちに全然攻撃してこんかったけど。そういう感じ？ん？全然動かねえ。あ、こっちにあるね、いた。ひぃー。痛い。近寄らないで。痛い！いやー、助けてー。助けて。なんか取られた？盾がない、返せ。盾が戻ってきた。よし、これで。よっ。あ、鍵。これでそこの扉が開く？こいつマジでちょっとね、厄介なよね。邪魔だから。はい。多分鍵ってどこの鍵を使っても、どこでも開くんやろうね。あ、あんなところに。あんなところにスイッチ。何あれ？ん？あ、閉まっていきよる。これどこで必要なんやろ？ちょっとわからんけど、多分、これを開いて、あそこにフクロウの像があるね。は、いけねえ。ちょっと待って。これ向こう側にはできんのか。ってことは、これを、はい。開いて、極限まで開いてからの、よいしょ。この玉どこで必要なんやろうな。なんか全くわからんけど。ちょ、待って。邪魔だよ、君たち。まだ敵出てくる？もういないね。で、とりあえず持っていくか。まあ、どこかには必要なんやろうけんね。よいしょー。あっこに入れるとかそういうこと。とりあえずこれを、これセットするの本当に嫌いなんやけど、なんかムカつくな。ムカつくな。よし。そして、はい。今のはセットされてもいいんじゃないだろうか。はい、セット。あ、鍵？あ、宝箱や。ここも開いていかんといかんのやな。え、ちょっと君邪魔なんですけど。いて。あ、マップや、マップ。やっと地図を見つけ、やっとってほどでもないけどね、別に。今回結構早めの段階で見つけたと思うよ。こんなところに宝箱あったかな？行けんかったところ？スイッチのところかな？とりあえず、痛い。とりあえず持ち運びますか。いやー、痛い！見えてなかった。見えてなかった。穴なの、そこ。あ、なんか下に落ちてきてしまった。ちょ、待って。ここ。へい。やっつけたけど特に何もないの。ちょーっと待ってねー。は。ん？なにこれ、カービィやん、カービィ。へえ、向かってくる。カービィやし、クリボーやし。ほら、吸い込みよる、カービィやん、完璧に。え、この子
敵なんかやっつけれんけど。混乱させてから、いや、やっつけれんけど。え、ちょっと爆弾じゃないとダメとかそういうこと？はっ。ちょっと待って。はっ。お。攻撃は当たったんかな？なんか、まあ多分当たったっぽい。ちょっと待ってね。待ってや、おい。もしかしてこれで。ちょっと待って。でも爆弾からはちゃんと逃げるんだな、この子。ね、逃げうるよね、確実に。てて。あ、ちゃんとやっつけれた。妖精出てきたわ。待って、妖精。妖精取れないと大変だから。今、結構な感じで体力なかった。あ、こっち側に来とる。なるほど。あ、フクロウのくちばし。よしよし。よしよしはいいんだけど。いいひぃは。普通に攻撃した方が早いんじゃね。あ、消えた。マジで？なぜ消えたの？マミーやっつけたから？とっくにアイテムがあったりとかはせんのか。何あの囲まれた場所めっちゃ怪しくない？え？なんもないんかな？この上に降りれる。ちょっと待って。こっちはどこに繋がってるの？あ、なんかあんなところにクリスタル。へぇ。痛い。正面。あ、ここ、中ないんや。なるほどね。ちょ、待って。痛い。高き台の上の宝箱、さらなる高さより落ちるべし。高き台の上の宝箱、さらなる高さより落ちる。ま、あえて、痛いって。あえて落ちていく場所があるということ。これ、ちょいと待ってよ。ここが引っ込んだよね。高き台の上の宝箱ってどこ？あの台の上別に宝箱ないんやけど。なんかよくわかっ、痛い。マミーは攻撃してこんのかな？ん？ここもしかして入り口横のところ？違うかな？何なんだろうか。さらに高い、いて。当たってないけど。当たってないけど、いて。あれ？すでに私詰まりました。あ、ほら、入り口横のところやね、やっぱり。でも一回切り替えたけん、多分こっち行ける場所が。まあ、行ける場所って言ってもあれか。ん？この階段は行ってない。ああ、来てないところやね。あ、あそこ扉になっとるところや。ほら、これ。ああ、なるほどね。床が飛んでくるタイプに、いて。これは？あ、なんかあいつ出れんくなっとる。これ背後からも飛んでくれる。痛い、もう。あー、痛いって。一応床の上しか通れんのや。あ、扉開いたね、あっこ。君めっちゃ邪魔なんだよね。ああー、もうなんてことしてくれるの？最悪。めっちゃ最悪なんですけど。だってさ、またここさ、全部、やるまで通れんやろ。あ、通れる、よかったー。どこに向かえばいいんだ？なんか、落ちる場所めっちゃいっぱいあるんよね。別にダメージは受けおらんってことか。落ちたところで。
これ落とせる。どこ行ったんやろ。ここ。え、先に私が落としておいた台はなくなったんやけど。いや、なくなったんやけど、台。ちょっと、てか、またここに戻ってきたな。でも、ここ何にもないとかいうことないよね、きっと。落ちてみる？ほら、結局、ここなんすよ。あれ？ここ来てないところや。こっち側来れんかったところやんね。来れんかったところはいいんやけどさ。こっちは？ふん。ちょっと待って、こっちは？あー、またこれか。こん、絶対なんか、あることない？絶対なんか宝箱とか現れるタイプやろ、あれ。はい、全部バラバラ。君たち久々ね、なんか。あ、違うんだよ、もう。はい。待って。あ、間違えた。もう、全部バラバラになる、毎回。怖い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 。助けてー。助けてー。わっ。これ結構苦手なんよね。さあ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 。いけるいけるいける。次は？はい。はい、来たー。あ、上じゃない、そこ？そこ？なんかいかにも何か落ちてきそうな感じの台やけど。お、コンパス。コンパスを手に入れたボスと宝の場所。そして鍵もわかると。ん？あ、これ、どっちもいける？ここか。ここか。いろんなところが繋がっとってよくわからんくなってくるな。あ、で、これであっち側に行けるの。なるほどね。確実、あ、ジャンプすればよかったかな。ジャンプすればよかったかな。あ、ここか。なるほどね。ここに繋がってるのか。これって一体何がどうなったんやろ。あれを置くことによってなんか、どっかなんか動いた？全然わからんけど。痛い。こっち行けるね。あ、ここ切り替えがあるな。で、あっこ行ける。ん？これはどこから来るところだ？は、こっち側に、渡れるけど別に何もないよね。これ扉かな？あ、この階段か。ここ上がって、あ、で、宝箱が取れる。はい。何これ？盾？鏡の盾を手に入れた。これで瓶もはね、やったー！あの敵から身を守れる。ちょ、待って。あれや。ね、装備変えよ、装備。え？これは？もう変わってるの？あ、今までの盾がない。自動的に変わってるの。見た目変わってなくない？変わっとんか、一応。ちょっとよくわからんけど。で、こっから落ちればいいんかな。ほら、来たー。はい、これで、上に置いてある宝箱が取れると。で、あんだけ言い寄ったってことは、多分宝箱の中は大事なものが。ほら、鍵。はい、小さな鍵。あっち側にも行きたいんやけどな。あっち側はまた違うところから落ちてこんといかんのかな。あ、もしかしてぐるっと行ける？あ、行けそう。やったね。行けんやん。いけんやん。マジかー、そういう感じかー、まあ。とりあえずまた上に行けばよろしいかな。とりあえず上行って、どこだ？こっち行ったらまた弾があるんよね。あ、下に鍵で開くところがある。これか。ん？ここには、何あれ？くちばしあることない、これ。あ、象かとだな。ただの像か。この場所か。この場所には別に何もないんよね。え？ねえ、あの玉は？てか、これ2階で？こっち1階。あ、落ちる場所そこか。どうやって行くんだ、そこは。
とりあえずここ降りる。切り替え切り替え。とりあえずそこ切り替えて、で、こっち行く。こっち行って、この横に行けばいいのか。で、こっち行って、何？また君たち？どんだけいるの？あ、でもあれか。また、鍵だか宝箱だか出てくるということかしら。は。あれ、ハートがいっぱい出てきた。そこ？待って、そこ？ちょー、やめてよ、そんないけない場所に来るの。え？ちょい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 。ちょ、やめてや。あー、落ちる。ここ鍵出てくるやろ。ヒャ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 じゃないわ、ちょっと。いやー、待ってー、やめてー。ちょっと待って、ちょっと待って。これで普通に攻撃ができるんでしたっけ、この子は。この子は。怖い、やめて。掴まないで。穴の方向にやらないで。ってか、ちょっと待って。あ、この場所なんや。なるほど。普通に逃げれるんやね。でもあそこ多分鍵が落ちてくると思うけん。あー！いった！周りから飛んでくる炎も、あー！助けてー。てててて。やだー！待って、落ちる。この子普通に倒せたっけ？ちょ、待って。怖い。いやー、周りから炎飛んできすぎじゃないですかね。ちょっと待って。とりあえずちょっと逃げてきた。あ、ここ絶対鍵とか宝箱とか落ちてくると思うんやけど。ちょ、こっちの宝箱先に拾っとこう。鍵やろ？違うんかい。このタイミングで？このタイミングで秘密の貝殻？結構どうでもいい。あの玉を持って、中ボスのところ、違う？ねえ、違います？あ、でもいけそうじゃない？いけんかな？てか、そこのフクロウの話聞いてないね。4本の柱倒れるとき謎解ける。4本の柱？ 4 本の柱とは？わからん。わからん。けど、まあ、とりあえずこれ持ってこう。これ持って、え？こっちから、どこからどう行けばいいんかな？またこっち行って切り替えればいいんか。え？切り替えれます？これ。これ、回移動しても、持っとんかな？え？移動できねえ。え、移動できねえ。ちょっと待って。あ、落とせないの。え、なんだ。向こうから回っていくしかないのか。ちょっと待って。4本の柱ってこれのこと？屋根。え？後の柱はどこ？ん？柱、どれやろ。いて。え、別にこの階とは限らんってことかな。4本の柱。これを使って、ご覧、え、でも、これを使ってってことはここの階ってことかな。どこや、どれや。こっちには、ない。ってことは、こっからやっぱり降りていくしかないんか。よいしょ。あ、弾置いたよ。え、弾置いたよ。え、ちょっと待って。でも、あっこ、ま、ここの柱を崩したわけやん。は？はい？
で切り替え、え、ちょっと待って、え？なんだなんだ、よくわからないぞ。とりあえずこっち行くやん。え、でもあっこ切り替えずに行けんよね。え、ちょっと待って。どんだけ同じ場所うろつくんだ、私。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。